はい、今年はね、ラッキーカラーはブルーとイエローっていうことでね、はい、ネイルもブルーにしてみましたわよ。ほれほれ。はい、ふなっぴーです。こんにちは、こんばんは。リスナーの皆様、YouTuber の皆様、お元気ですか？ふなっぴーも元気ですよって言った感じでやっていきますわね。はい、今日もふなっぴー。島里に行ってまいりました。今回はふなぴおいあやさんしてしまいましたわよ。島村でdear.fulプチあやさんのアイテムが最後だっていうことで、やっぱりゲットしてしまいたいアイテムを購入してまいりました。それがこちらですね。じゃじゃん、切り替えフルパーカーでございます。はい、こちらのアイテム、一部店舗オンラインのみ販売となっておりますが、オンラインでは残念ながらソールドアウトになってしまいました。サイズ展開は MLLL、 もちろんふなぴは LL でございます。カラーバリエーションはブラックと、こちらのライトグレーのキルトの部分はグリーンの2色展開となっております。税込1639円でございますね。はい、お気づきの方もいらっしゃるかと思いますが、実は先週ブラックも購入しておりました。色違いで欲しいアイテムでございます。はい、一部店舗をはしごして偶然見つけたこちらプレミアムアイテムでございます。詳しい生地感はブラックと一緒なのではしょっちゃいます。ブラックの方のリンクを貼っておきますので、気になる方もしよかったら見てくださいますね。はい、こちらでございますね。切り替えフルパーカーでございます。ライトグレーに脇のキルティングがグリーンになっておりました。内側に切り替えされた光沢のあるダイヤ柄のキルティングデザインがポイントのフーディーでございます。オールdear.fulプチプラーヤさんのアイテムで、内側に入ったキルティングの切り替えで目の錯覚ですっきり見えて、他にはないデザインがいいなって思いました。ちょっとそこまでのベリーコーデになります。オールdear.fulプチあやさんで食べっぽコーデにしてみました。さて、ふなぴーのお気に入りのコーデは？そしてふなぴーはインスタもやっておりますので、もしよかったら見てくださいませ。ではこちら切り替えフルパーカーでコーディネートしてみたいと思います。ボトムスはトップスがボリュームがあるので、ボリュームが控えめな引き締めブラックのワールドアンタイトルのアシンメトリーヘムスカートと、足元はランダのサテンベルトヒールシューズでモノマネコーデをしてみました。はい、今回ふなぴーが購入した島村dear.fulプチあやさん最後の色違いで購入した切り替えフルパーカーでございますね。164センチのふなぴーは LL サイズを着用しております。ゆったりとしたサイズ感で前後差ある丈だから、ふなぴーの気になるぽっこりお腹やヒップもカバーしてくれます。はい、こんな感じでね、結構なゆとり感でございます。横もねぴったりしてるとね、こんな感じでねぽっこりお腹が目立っちゃうんですね。でもこれならはい大丈夫でございますわね。そして二重になったパーカーで立体的になっているので小顔効果も期待できます。手の甲が隠れるぐらいの長めの長袖に、袖口はリブになっていますので、もちろんさっと腕まくりもできちゃいます。こんな感じで手首を見せればより冷や汗効果が期待できます。ちょっと寒いけど。そしてブラックと違ってキルトの切れ替えが分かりやすくなっていますので、目の錯覚でご覧くださいませ。いつものふたぴーよりもシュッとした感じに見えませんか？そしてこの色合いだからこれからの季節にぴったりだと思います。では次行ってみましょう。ボトムスはdear.ful口綾さんの幾何学模様のレースで縦のラインを強調するセミフレアパンツで、ボリュームを落とし黒のパンプスとdear.fulプチアヤさんの黒子柄バッグで、パンプス以外はdear.fulプチアヤさんのアイテムでこうでした。きれいめカジュアルのミックスコーデにしてみました。では次行ってみましょう。デニムとの相性は抜群なトップスですが、ここはキルトの色とリンクしたスマイリアのカーゴパンツで、足元はスニーカーに両手が使える斜め掛けにしたユニクロのラウンドバッグで、気分転換お散歩コーデにしてみました。はい、ウォーキングで 50m お庭の植木にタッチしてきます今回はdear.fulプチアヤさん切り替えプローバーでコーデいたしました。引き締めブラックのスカートでモノマネコーデ、幾何学模様のレースセミフレアパンツできれいめカジュアルミックスコーデ、キルトの色とリンクさせたカーゴパンツでお散歩コーデ。さてふなぴーのお気に入りのコーデは？はい、こちらでございます。はい、これでふなぴーのシマパト&コーディネート終わりにしたいと思います。皆さんの何かの参考になれば嬉しゅうございます。ご視聴ありがとうございました。またよろしくお願いいたします。バイバイ。また見てね。いくわよ、じゃんけんよ。はい、じゃんけんぽい。はい、ふなぴーはグーを出しました。グー。ふなっぴーです。こんにちは、こんばんは。リスナーの皆様、YouTuber の皆様、お元気ですか？ふなぴーも元気ですよ。はい。ご挨拶の一番最初を忘れておりましたわね。もう一回やっちゃいましょうかね。最近物忘れがひどいかな、ふのび。頑張れよ。オンラインでは、ソウルドアインと呼んで。